皆さんこんにちは。競泳日本代表といえば入江陵介選手を連想する人が多いのではないでしょうか。入江陵介選手は競泳選手としての実力はもちろん、そのルックスや体格も素敵で大人気です。しかし実は入江陵介選手には男性好きではないか、お姉なんじゃないかといった声が上がっています。本人からのカミングアウトはまだですが、引退後にカミングアウトするか元の噂が、本当に男性好きやお姉とカミングアウトするのでしょうか。果たしてその真偽は。そんな入江選手のお姉疑惑の真相や結婚説、経歴に至るまで調査してみました。簡単なプロフィールは次の通りです。生年月日1990年1月24日、出身地大阪府大阪市、身長178センチメートル、泳法背泳ぎ。まず経歴としては、入江陵介選手が水泳を始めたのは4歳で、背泳ぎに転向して本格的に水泳選手への道を歩み始めたのは中学校時代です。中学校3年生の時には男子 100m 背泳ぎ、男子 200m 背泳ぎの中学校記録を樹立しています。また高校時代には高校生記録、日本記録を続々と更新しました。なお入江選手は文武両道の選手としても知られており、高校時代は常にトップクラスの成績を誇っていました。また入江選手はバランスの良いフォームで泳ぐことで知られています。そのバランスの良さは額にペットボトルを乗せたまま泳げるほどです。入江選手の出身校は次の通りです。近畿大学附属高等学校、大阪府東大阪市にある近畿大学の附属高校です。高等部の生徒数は約3000人と日本で有数のマンモス校として知られています。普通科だけでなく英語教育に力を入れる国際コースや医学部を目指す医薬進学コースなどがあります。またスポーツクラスもあり、卒業生には水泳の金メダリストも少なくありません。水泳選手には山本隆選手や千葉鈴選手もいます。近畿大学法学部、近畿大学附属高等学校を卒業した後は近畿大学へ進学しました。大学時代に数多くのメダルや賞を受賞しました。入江選手の主な出場大会および成績、2009年世界水泳男子 200m 背泳ぎ銀メダル、2010年アジア大会男子 100m 背泳ぎ金メダル、男子 200m 背泳ぎ金メダル、2011年世界水泳男子 100m 背泳ぎ銅メダル、男子 200m 背泳ぎ銀メダル、2012年ロンドンオリンピック男子 100m 背泳ぎ銅メダル、男子 200m 背泳ぎ銀メダル、男子 4×100m メドレーリレー銀メダル。入江陵介選手はあるインタビューで、バレーボールがマイブームであると語っています。またピアノを特技として挙げ、文武両道アスリートの片鱗を伺わせました。よく聴く音楽は倖田來未、AAA、EXILE で、オフの日にライブに行くことも多いそうです。入江陵介選手はシンガーソングライターの高橋優さんと親交が深く、ロンドンオリンピックの時には高橋さんの旅の途中を自身の公式応援ソングとして採用しています。この曲は高橋さんが入江選手にエールを送った歌で、2012年8月8日に発売されたシングル日はまた昇るのカップリング曲として収録されました。ロンドンオリンピック男子 100m 背泳ぎ決勝の前日から24時間無料ダウンロードを行い、入江陵介ファンを盛り上げました。続いてお姉疑惑の真相についてですが、調査しましたが、入江陵介選手が引退後に男性好きお姉とカミングアウトすることを裏付けする情報が見つかりませんでした。そもそもなぜ入江陵介選手は男性好きお姉と噂されているのでしょうか。その理由がこちらです。理由1、仕草がお姉っぽい。入江陵介選手がよくやる仕草として、唇を人差し指で触りながら喋る、爪を噛むなど女性的な癖があるようです。さらに入江陵介選手は特技としてピアノや生け花など女性が習い事としてたしなむことが多かったものを挙げています。こういった点が入江陵介選手に中性的なイメージを持つ人も多いようです。理由に、声や喋り方、入江陵介選手の声は男性にしては高く、喋り方も優しい印象です。こんな投稿を見つけました。入江陵介はチームメートから入江エンジェルと言われており、お姉疑惑が絶えない。
入江選手を取材した人によると、テレビで見るよりも喋り方などが完全にお姉で、いやだだって丸々なんですよ、いやでもう丸々じゃないですかといった感じで話していたそう。少し間延びしたような喋り方に甘える女子を連想する人が多いようです。理由3、実の兄からホモ野郎発言。あるインタビューで入江陵介選手の実兄に話を聞いたところ、お兄さんが発した言葉が次の通りです。あのホモ野郎のことですか。入江陵介選手のことをホモ野郎と呼ぶ発言があったようです。実の兄からそのような発言があるなんて、兄から見ても男好きと思えるような場面があったのでしょうか。以上のことから入江陵介選手には男性好き、お姉と思える根拠が複数あるようです。しかしその真相や引退後にカミングアウトするという情報の確証は見つかりませんでした。最後に結婚説についてですが、入江陵介選手の結婚情報や嫁について調べましたが、婚約、入籍、結婚したという情報は一切ありませんでした。そのため入江陵介選手は結婚しておらず独身です。ではなぜそのような噂が立ったかというと、ツイッターでの結婚報告です。入江陵介選手は2015年4月にツイッター上で結婚したという投稿をしています。その内容が次の通りです。ご報告、本日4月1日約3年間お付き合いしていた方と区役所にて籍を入れてきました。守るべき人も増え、より一層強くなりたいと感じております。まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていてください。最後になりましたが、この話は嘘です。読んでいただきありがとうございました。お付き合いしていた女性と結婚したが、文章後半にこのツイートは嘘ですよという内容が記載されています。投稿した日付が4月1日、エイプリルフールです。入江陵介選手はエイプリルフールの嘘投稿として結婚報告をしたのです。はっきりと結婚は嘘と書かれているにもかかわらず、このツイートを見た人は入江陵介選手が本当に結婚したと思い込んで人もいたそうです。現在嫁も子供もまだいない入江陵介選手ですが、前述のツイートでも結婚できなくてもいいんだと発信している通り、結婚していないことを自虐しているものの、結婚願望はあるようです。入江陵介選手が結婚したくてもできない理由を考えてみました。以下です。結婚したい理由、周りのアスリート友達が結婚し始めている。年齢が30代に差し掛かったため、将来の家庭のことを考えている。水泳以外のことにも人生を捧げたい。独身は寂しい。結婚できない理由、プロのアスリートなので練習が多忙すぎる。嫁や子供など家庭のことを考える余裕がない。恋愛に臆病。入江陵介選手はイケメンで日本を代表する水泳選手。たくさんの女性からモテるのは確実なので結婚できないはずがありません。しかしオリンピックに出場するレベルのアスリートはほぼ全ての時間を練習や体のメンテナンスに捧げています。世間やマスコミなど周囲からのプレッシャーも半端ありません。練習そっちのけで恋愛なんかしていたら週刊誌にスクープされてしまうかもしれません。入江陵介選手は早く結婚したいという気持ちはあるものの、水泳競技を第一優先として取り組んでいるのでしょう。オリンピックや世界大会など大きな試合が終わったタイミングで結婚する可能性が高そうです。今後の動向にも目を見張りたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。